皆さんこんばんは。お元気でいらっしゃいますか？スペインセビリア市から発信してます。クリスタルです。今日はいろいろとお話があるんですけど、割合に経済に傾いたお話ができればなと思ってます。まずざっと、ラテンアメリカのニュースを見ると、白人国家の2倍の失業が出てるって言ってます。これはスペインではあんまり言われませんけど、やっぱりラテン諸国のニュースはこれがもう第一の心配事として出てますね。3350万人が今分かっている時点で失業だって言ってます。これって東京の人口の約3倍ですね。すごいです。で、今、カサブランカってホワイトハウスのことですね。ホワイトハウスのことはカサブランカって言うんです。トランプの周りにコロナ感染者が出たっていうことなんですけれども、ホワイトハウスの職員が感染したっていう言い回しと、それから、トランプ大統領の身の回りの世話をしている人っていう言い回しがあって、これだとスペイン語なんですけれども、なんか、女性でこう、こまごまとお洋服とか、そういう心配をしてる人の感じが、ニュアンスが含まれてるんですけど、実はここを私はしつこく深掘りしていくと、なんとこの職員っていうのは、軍所属のスタッフだって言うんですね。身の回りの世話をする人は軍所属のスタッフなんですね。軍に所属してる。日本の総理官邸とかは、軍所属じゃないですよね。だって軍隊もちろんないんですし、何なんでしょう。やっぱり軍所属っていうぐらいの人がそばにいるべきですよね。軍所属のスタッフが周りを固めてるっていうところで私なんとなくハッとしました。日本もそういう概念が必要なんじゃないんですか。安全保障の問題を本当に日本は本気で考えないといけないなって、ますます気持ちを強くしました。EU なんですけれども、EU 圏内の南北の差っていうのはあったんですけれども、ここでこのコロナを契機に、ますます格差がひどくなりました。っていうのは、つまり南は気候もいいし、それから風光明媚だっていうことで、観光に頼ってるんですね。イタリアもそうですし、スペインなんかももろにそうです。南はそれだけで持ってるようなところがありますね。ですからここに来て、また一層に観光依存度の高い南の経済がもう破綻寸前になってるって言われてるんです。っていうのは失業率がスペインもこの間お話ししたように、ほぼ 19% に行くだろうって言われてて、それはね、19% って言うんですけど、スペイン、ユーロ圏内の南北問題ですけども、例えば、国の中、一つ一つの国もまた南北問題があるんですよ。イタリアは北が工業が盛んだけど、南はもちろん観光で持ってるんですね。スペインも北と南は本当だ。北は工業で持ってて、南は観光なんですけれども、その、格差がひどいんですね。国ごとにね。その観光で持ってる国もさらに南。そうすると、そのスペインの失業率が 19% になるって言ってますけど、もともと南スペインは 50% ですよ。若い人の失業が。で、その、就職してるはずの方の 50% も、その一時雇いだとか、それから、使用期間だとかが含まれてるので、ものすごい失業率です、若い人の。で、それで、大体ね、私の周りの、自分の周りの感覚で言うと、気の利いた人たちは、まあ、高学歴だったとか、私の知り合いの若い人たち、20代から、40代までの人たちが、ドイツとか、それからイギリスの医療関係に従事してたりとか、みんな出ちゃってました。南スペインの人は。それで、スウェーデンに就職した子なんかはお天気がやっぱりね、慣れないんですね。ああいう国には、冬の長い厳しい国には、だからもうなんとか戻りたい。それから一人ね、エンジニアがいたんですね。この人に少し日本語を教えてたことがあるんです。で、この人はね、ドイツに行ったんですけども、もうこれだったら失業してる方のがマシだって、もうどうしても馴染めないって言うんですね。ドイツが悪いってわけじゃないんですけれども、やっぱりね、スペインのこのね、お気楽な、なんていうか、陽気な性格の人は、ドイツみたいな国は難しいかもしれませんね。どこに配属されるかにもよりますけれども、とにかくお天気が我慢できないって言ってました。こんなんだったらもう本当に失業してる方がマシだって、やけっぱちになってましたね、最後ね。失業率も 19% なんていう生優しいものじゃありません。南を主体に考えたとき、そんなもんじゃないんですね。で、要するに EU の、
国としても南北問題が出てきて、北欧の方の国は割合に安定してるんですけれども、南、特に昨日も申し上げましたけど、イタリア、スペイン、ギリシャ、このいつもこの3つの国は、ポルトガルもなんか、チャイナに注文したはずの医療品が届かないって言って、クレームしてましたね。ポルトガルちょっと外れがちなんですけど、なぜかね、ニュースに出てこないですね。ポルトガル。ポルトガルのこと言ってる人、本当に少ないですね。ちょっと、ポルトガルどうなってますかって、視聴者さんからもうお問い合わせが来るので、ちょっと気をつけておきたいと思います。今朝はね、他のことに気を取られてしまったので、ちょっとポルトガル、それこそまた抜けちゃいました。ユーロの今の状態では、南北格差が広がっているっていうのと、それからね、デスボス島の難民問題がこのコロナのもうそれぞれの首都、各国の首都でも大変になっているので、忘れられてる、忘却されてるって言うんですけど、これ来るぞってやっぱりね、警鐘鳴らしてる人がいますね。ね、デスボス島に1万9000人が足止めになってるんです。この難民はアフガニスタンとかシリアとかから来た人たちですね。戦火を逃れて、あるいはテロを逃れて来た人たちですね。で、1万9000人がまずギリシャのレスボス島で足止めになってて、ここからそのヨーロッパ各国に、移民として出ていくための正式な書類をもらわないといけないんですけど、これを発行しないんですよ。発行できる状態じゃないじゃないですか、今封鎖してるし。でもその封鎖の前からもう移民は嫌だ、難民に来てほしくないということで、これ問題になってたんですね。それが1万9000人足止めになってて、もう非常に劣悪な状態です。もともと衛生環境が劣悪だということで、私も何度か動画に取り上げてるんですけれども、この辺に後で出しときますが、パンデミックここでわーって来るんじゃないかってみんなすごく心配してます。っていうのは、その収容所が、難民のための収容所のマックスが3000人なんですね。ここに1万9000人足止めになってるんです。で、この間コロナにの感染者が出て、ものすごい暴動が起きたんですよ。その後ニュースになってないんですけれども、これね、日々大変だと思います。だってコロナの前にすでに、もう絶望して自ら、立とうとする人なんかも出てきたりなんかして、心理的なそのケアが必要だっていうこともね、言われてたんです。だから衛生環境の他にそういう、この人たちはものすごくこう戦火を逃れたりとかして、非常なこう、辛苦を舐めてきた人たちなので、もうその精神状態が普通の状態じゃないわけですよ。そこへ持ってきて、このもうこの先全然見えない劣悪な状態でいて、難民同士のいろいろな喧嘩もあるし、いろいろな暴力なんかもあって、厳しい状況なんですね。そこへ持ってきてコロナでしょ。だから、これ、1万9000人、これどうなるか。強制送還したりとかもいろいろしてましたけど、もう追いつかないんですね。この問題があります。ここのとこね、ユーロがガーッと下げてますね。3年半でなかった、下げ値です。下げ値幅です。それで、なんで私が急にこんなこと話すかというと、私のユーロにはね、恨みがあるんです。恨みがあるんです。まあ、時間が許せば後でお話しすることにして。これね、2019年はどうだったかっていうと、そのコロナ直前ですね、までは、トランプの対中政策が、非常にどんどん、厳しくなっていった中で、もうほとんど戦争と言われたりなんかした中で、9月になってから急に軟化したんですね。結局トランプ大統領は自分の大統領選を、睨んで、いろいろ、八方美人になってないといけなかったもんですから、少し軟化したんです。それから、ブレグジットが合意なき離脱をするんじゃないかって言われたところが、きちんと合意して、離脱するっていう方向に行ったのと、ECB が緩和政策を長期にわたって、2020年もずっと緩和をしていくっていうことで、この3つが重なったことによって、今までずっとみんなが心配して固唾を飲んでいたところが、あって安心感が広まったんですね。すぐね、人のね、安心したり不安になったりで、外貨って上がったり下がったりするものなんですね。それで、ユーロが、上がったんです。上がったっていうか、まあ、不安材料だったのが、まあ、周囲を開いて、安心感が、市場に広がって、要するに、ユーロはそこからちょっと下げたんですけど、回復していったんです。ところが、コロナでしょ?これでまたガクンと来ました。で、このガクンと来たのは、もしかしたら、2011年にじゅんずるような、
危機になるかもしれないと言われてるんです。っていうのは、ユーロ経済っていうのは2011年の欧州信用不安、債務危機から回復してったんですね、だんだんにね、2018年に向かって。それがまたここに持ってきて落ちてきたのは、一つには各国のポピュリズムの台頭です。ドイツでは極右が出てきたり、スペインもそうです。極右が出てきたり、それからイタリアの五つ星運動っていう政党が政権についたり、それから、連合がまたここから横槍を入れたりとか、政治に失望している人たちの心を掌握するような、移民排斥、自分の国が第一だって、まあトランプみたいなもんですけど、これがヨーロッパで、メルケルは移民をものすごく入れた方なので、これで求心力を失ったりなんかしたわけです。それからもう一つには、米中問題、チャイナの減速があって、つまり中国経済が減速すると、ヨーロッパも引きずられるんですね。どうしてかっていうと、例えば、ドイツがヨーロッパで一番強い国ですけれども、これがすごくチャイナに依存しているので、その経済がチャイナにこう、すり寄ってるので、チャイナの減速はドイツの減速になって、ドイツの減速はもうヨーロッパの減速につながるわけですよ。ですから、そのね、ポピュリズムの台頭と EU 会議論が出てきた。これ危ないんじゃないか、また。それから米中問題。ここに持ってきてまたチャイナ締め付けてますね、トランプ大統領が。それで、ECB の政策目標である 2% 台のインフレをずっと目標にするって、インフレどころの騒ぎじゃないです。もうマイナスになっちゃってますね。ですからこの3つで EU は本当に危機に瀕してるんです。今いつもね、経済危機だって言うでしょ。だから狼少年みたいにも誰も相手にしなくなるかっていうと、そうじゃないんですね。で、ここで3年半、ぶりに、ユーロが下落しました。昨日は114円で今日 115.13 になってるんですけど、あ、為替のね、わからない方もいらっしゃると思うので、100ユーロを買うのに円が115円いるんですね。115円いるんです。で、私ね、ユーロと円はもう年中変えなくちゃいけないので、この通貨だけはよくわかるんですけれども、これね、2012年に要するに欧州債務危機に行った時に、なんとね、90円まで割れたんです。90年まで割れたんです。それでユーロができ始めたの頃は、ものすごい勢いで、まあ、ご祝儀相場なのかな、期待感がすごく大きかったので、165円ぐらいで推移してたんですね。それが90円まで下がっちゃったということは、どのくらい ?60%、70%? だから、だいたい100万円持ってたら、30万とか40万円になっちゃったとか、そんな感じです。この時期にね、この時期に私はユーロになった時、ああ、まずいって言うんで、もうこれユーロだって言うんで、もう全力で、もう永住するんだ、永住するしかないのかなと思ったんで、もう全力で買えちゃったんです。この高いユーロに。そして、債務危機の時、ああ、もうこれでユーロね、ダメでバラバラになって、しかもスペインはユーロで離脱するだろうって言われてたので、それから日本の有名な経済学者さんの、アドバイスもあって、私は持ち金をほとんど全部円に変えちゃったんです。円が一番高い時に。だから、往復ビンタっていうんですか、これになっちゃってるんですね。本当に。だからね、ユーロのことはよくわかるんです。何でもわからないんですけど、ユーロのことだけはよくわかるんです。さて、外れちゃいましたけども、単一市場、要するに、ヨーロッパは、この、全体で、ヨーロッパ全部の国で、単一市場を作って、そしてアメリカに対抗しようと思って EU できたじゃないですか。ところが、この単一市場なんていうのは、もう全然、こういう危機に陥った時に、全然やっていけないんだっていうことが、もう本当に、ずっと言われてたんですけど、ここで決定的になっちゃったんですね。ですから、1999年生まれのユーロが、2020年、今、だいたい21年くらいですか?これでね、どうなることかっていうんでね、注目を集めてます。さあ、今後どういう展開になるか。国家主義的な観点で見ると、ですよ、
もう国がどうなるのかっていうモラル的な、それから倫理的な、それから文化的な、そして政治的な観点で非常な危機状態じゃないですか。でも、金融経済から見ると、これはね、もう EU 解体化がいよいよ2008年、2011年のその債務危機以来の危機に陥って、その後どうなるかわかりませんよ。でも、あの時と同じぐらいの今ショックが来てると思います。それはね、あの時代を生きて、中間でずっと早く円取り戻さないかなってずっと待ち続けた私にはよくわかります。ということで、今日はね、自分のその往復ビンタのお話と、いよいよユーロ本当に大変だぞっていうことになって、どう大変になるかっていうことは、まあ、誰にもわからないんですね。でも、この危機感は、このコロナで一層拍車がかかったということで、今日はちょっと締めさせていただきます。また明日お会いしましょう。ごきげんよう。